はい、えー、それでは、えーと、時間となりましたので、えー、アメリカ政治の今、えー、2022年中間選挙と民主政治、ポピュリズムと題するウェビナーを開始させていただきたいと思います。えー、私は本日、あの進行役を務めさせていただきます、政治大学の西山と申します、えー。どうぞよろしくお願い申し上げます。 えー、こちらのウェビナーは、あの千葉大学の水島二郎先生があ代表を務めてくださっている科研プロジェクト基盤研究 A、右と左のポピュリズム、えー、グローバル比較分析によるポピュリズム研究の新展開、えー、というのが主催するものでございまして、えー、同じく水島先生が代表を務めておられます、えー、千葉大学国際高等研究機関研究支援プログラム、厚、え、生、ー、社会研究の新展開に共催をいただいております。 えー、そこで、えー、まずは水島先生から一言いただきたいと思います、えー、水島先生どうぞよろしくお願い申し上げます、はい、千葉大学の水島二郎と申しますこの度はウェイピナアメリカ政治の今にご参加いただきまして誠にありがとうございます私たちの研究グループでは現代政治の焦点となっているポピュリズムを軸としながら日本、アメリカ、ヨーロッパ ラテンアメリカにわたるグローバルな比較政治研究を進めてまいりました。ご承知のとおり、現在、世界各国では、さまざまな分断、対立が表面化し、しかもコロナ対応やウクライナ戦争によるインフレを背景に、政治的な不満も顕在化しています。その中で、本年11月にはアメリカで中間選挙が行われ、その行方に、 世界の注目が集まりました。ただ、現在起きている政治的な変動を理解するためには、表面的な現象に目を奪われるのではなく、その背景にある歴史的な文脈を解きほぐし、現在を位置づけていくことも必要だと考えております。そこで今回、西山先生を中心に企画いただきまして、古谷先生、 モロン先生という日本とアメリカをそれぞれ代表するまさに第1級のアメリカ政治研究者の先生方にご講演をいただくこととなりました。お二人の先生方には心から御礼申し上げます。なお、本日は研究者、学生、院生の皆さん、ジャーナリストの方々などから多数のお申し込みをいただいており、このテーマへの 高い関心を実感しております。このセミナーがデモクラシーの今を理解し、明日を考えるきっかけとなれば幸いでございます。本日はよろしくお願い申し上げます。水島先生、どうもありがとうございました。 えっと、先ほど、あの、先にお伝えするべきでございましたが、こちら、同時通訳をえ入れさせていただいております。ズームの下のところで通訳というものがございますので、そちらをクリックしていただきましたら、オリジナルオーディオ、古谷先生と私は日本語で、そしてモロン先生は英語で話されたそのえオリジナルのものが流れます。そして、英語、あるいは日本語、こちら選んでいただきますと、それぞれが同時通訳で流れます。 れるということになっておりますので、皆様ご都合の良い方で、えー、お聞きいただければと思います。はい、えー、それでは、えー、まず私からですね、えー、今回のウェビナーの趣旨説明と、えー、講師の先生方の紹介をさせていただきたいと思います。 えまあ近年の,です、ね、あのアメリカの政治社会というものについて語る際には、分断というのがキーワードになっているとされます。確かに、先月の中間選挙を見ていきますと、二大政党がまあ激しく対立しておりまして、中絶問題などをめぐって政治的立場が明確に分かれていました。しかし、今日のアメリカでは、単にですね、単純に分断というのにはとどまらない。 より根本的な変化が発生しているのではないかという気がいたします。まずは、アメリカとは何かということをめぐって、根本的な問題提起が一部なされているように思います。あのアメリカは、建国期以来ですねあの、一貫して多くの移民を受け入れてきた、まあ、多元的な国家でございますので、民族や言語ではなくて、自由、 民主主義、平等、個人主義、法の支配など、時にアメリカ的信条と呼ばれるものを共有する人々が一種の社会契約を結ぶことによって作り上げた国なのだという形でナショナルアイデンティティを説明してきました。 えー、そして、まあ、その契約文書と位置づけられる独立宣言や合衆国憲法の重要性というものが繰り返し強調されてきたわけでございます。えー、しかしながら近年のアメリカでは、えー、左右両側がですね、共にその前提を覆しかねない試みをしているというふうに指摘されております。 例えば、共和党保守の側は、2020年の大統領選挙の結果は、まあ、民主党によって奪われたと。本当の勝者はトランプだというふうに主張しまして、選挙結果を尊重するという民主主義の基本原則を否定いたしました。そしてそれが極端な形をとったのが昨年1月の連邦議会議事堂襲撃事件でございましたが、頭を叩き割るのではなく、頭数を数えるのが民主主義だと。 いうですね、民主主義の根本原則が、まあ、暴力によって否定されたという時代なのかなと思います。 他方、左派の側からはですね、例えば、1619プロジェクトと呼ばれる大きな問題提起が、あの、今なされております。まあ、一般的には、あの、アメリカの建国というのは、1776年の独立宣言や、1787年に制定、作成されましたが、衆国憲法との関係で語られるわけでありますが、こちらはですね、アメリカの起源期限を1619年に求めます。まあ、あの、アメリカを最も強く特徴づけてきたのは、 人種差別だという立場から黒人奴隷が初めてアメリカ大陸に連れてこられた1619年にアメリカの起源を求めるべきだとするものでこの立場によりますと独立革命ですら人種差別主義者による奴隷制維持の試みだというふうにされるそしてこの1619プロジェクトの成果を学校で教材として活用するべきだというふうに主張されているわけでありますがこのような試みというのは契約国家アメリカの在り方 ますまたですね、今年には、連邦最高裁判所が、ニューディール以来のアメリカ政治の前提を覆す大きな判決を出しました。一つは、人工妊娠中絶の権利を否定したドブス判決というものでございますが、こちらはですね、民主党とリベラル派が体現してきたとされる新法、これを象徴するロービー・ウェイド、ロータイ・ウェイド判決を覆すものでした。 また、環境保護局・ EPA による温室効果ガス排出量に関する規制権限を否定する判決というのも出されましたけれども、こちらではです、ね、行政部は立法部による明確な受験がない場合には、規制を課すことができないという形で、ニューディール以後に行政部が大きな権限を行使するのを可能にしてきた、その前提条件を覆す判決というのを出しているわけでございます。 そして、今年の中間選挙は、このような大きな歴史的な流れの中で行われたわけでございます。このようなことを考えますと、今回の中間選挙を単にトランプ氏の評価というものと結びつけて議論するだけではなくて、大きな歴史的な文脈の中で位置づけて検討する必要があるのではないかというふうに思います。 そして本日は、そのような重要な議論、大きな議論を展開してくださる先生方に講演を依頼させていただくことになりました。まず、お一人目は、北海道大学の名誉教授で、アメリカ学会元会長の古谷淳先生です。あの皆様、あの古谷先生ご存知だと思いますが、古谷先生はまあアメリカニズム、普遍国家のナショナリズム、また、アメリカ過去と現在の間。 そして最近では、グローバル時代のアメリカ、冷戦時代から21世紀などの著作を発表しておられます。で、この古谷先生には、アメリカデモクラシーの今という題でお話をお願いすることになっています。 で、もう一人は、えー、ブラウン大学のジェームズ・モローン先生です。えー、モローン先生は2006年に来日してくださいまして、あ,ありがとうございます。えー、立命館セミナーなどでですね、あの、講演をしてくださって、東京大学でも、えー、授業でしたでしょうか、ゲストスピーカーだったでしょうか、お話をしておられた、えー、記憶しておりますが、えー、The Democratic Wish, Popular Participation and the Limits of American Government. また、ヘ e ファイアネーション The Politics of Sin in American History. そして、一番新しい本では Republic of Earth, How American Politics Turned Tribal from George Washington to Donald Trump などの著作を記しておられます。モロン先生は Ferocious Politics in America, The Past, The Present and the Future という題でお話をしてください。ます えーまあ、このようなですね、素晴らしい先生方のお話を伺うことができるのは、まあ、誠に貴重な機会だと思っております。えー、それでは、これからですね、まあ、ご講演に移っていただき いいきたとその前にですね、あの、オーディエンスの皆様に、質疑応答について、ご説明をさせていただきたいと思います。質問等のある方は、下の Q&A のボタンを押してご記入ください。ご報告の最中でも記入していただけることになっております。お印しいただいたものの中から、適宜こちらでピックアップさせていただきまして、 生方と討論するという形にさせていただければと思っておりますそれでは長くなってしまいましたがそれでは古谷先生どうぞよろしくお願い申し上げます紹介に預かりました古谷ですあのもうあの大学リタイアしてかなりになるということとそれからあの準備までのあの時間があのあまりなかったもんですから新しい勉強をするっていうこともあのなかなかできなくてあの古いあの 時代の話をですねずっとやってきて、でそれとの関係であの現在のアメリカのデモクラシーの問題ちょっと考えてみようかというのが今日の話のあの中心になります。であの最近あのよくデモクラティックマライズという何んていうんですかこれ不定収束っていうのかな民主主義のあの不信とかあのまあ体調不良みたいな感じで言われるんですけれども。 1970年代の後半にやっぱりあのカーター政権の時代だったと思いますけどもナショナル・マルレイズっていうまああの言葉があの交わされたことをよく思い出しますけれどもそのまあ今回の中間選挙はですねそういう世界的なデモクラシーの不信の中で行われた選挙だったということに特徴があると思います。 であの中心的な争点はあの先ほど西山さんご紹介あったようにあの一つはアボーションであってもう一つはあのデモクラシーでニューヨーク・タイムズがですね「の e の e c t i o n s h a p e d byAbortion andDemocracy」という、まあ、記事をあの何回かあのおあの違った論者が同じように論じていてで特に若い人がこの争点で反応してあの、まあ、比較的歳18歳から29歳まで十九歳 までの若い人たちの投票率が30%近いという中間選挙とは思えないようなで中間選挙としては全体的にも非常に投票率が高い選挙だったというふうにあの言われていますであの、まあ、この二つはですねあのいずれもあの、まあ、あの人口に一中絶というのも、まあ、一つの争点みたいに見えるんですけどもあのロアンドウェイド以後 ほぼです、ね、女性の権利というふうに認められてきたものを政治的に、まあ、あの一挙にこう過激にひっくり返すというあの意味を持ったあの最高裁の,あの判断が今年の夏に出たというところからあの争点化した問題なんですけどもこれはあのやはりデモクラシーの中における女性の権利という、まあ、アメリカの弱点の一つですけれども これについてあのまあ、考えるあの機会になったということだろうと思います。それからあのもう一つのあのまあ、あの選挙結果を受け入れるか受け入れないかっていう問題。これはあのやっぱりアメリカではですね初めてあの大統領があの大統領だった人間がですね選挙に負けた後にあの個別の州の投票結果とかっていうのだったら2000年 のケースもありますけれども、その全体的にですね。あの、その結果を否定して、そしてあの平和的な政権移行っていうのを拒否するというのはまあ、初めてのケースだろうと思います。それであのこの2つですね。つまり、デモクラシーの根幹に関わる権利問題と。それから制度問題に関わる。 あの危機がが、まあ、露呈したのがこのこ中間選挙だったろうううといいうふうに思いますだからあんまりあの赤い津波が起きなかったというんで楽観するところがあるよ向きがあるようですけれども私はそれほど楽観できないだろうなというふうにあの思っています。であのトランプという人はですね政治的に、まあ、あの16年の選挙からですねほとんど言ってることは変わらなくてオートライツですねあの あのバノンたちが主張したここにちょっといくつか挙げておきましたであの非常に新しいことのように見えるんだけど実はあの共和党の右派の中であのずっとあの少数派の例えばあのパ,パ,パ,パトリック・ブキャナンだとかですねそれからあの もっと極端なところではデビッド・デュークみたいな人たちの主張に非常に近いあの主張なんですね。ですからそんなにあの新しいものではない、ただそのスタイルとですね、それからあのオンラインを本拠とするあの政治主張だったということで、ちょっとまあ特色があの出て、新しい特色が出ているように思います。で、 ただ、本当の問題っていうのはですね大統領を去った後のトランプの過激主義だろうというふうに思います。で、今、先ほど西山さんの話にもありましたけれども、保守と、それからあのリベラルっていうので二極化しているということはよく言われるんですけども、私は実はですね、あのもっと本質的な問題は保守が過激化していることだろうというふうにあの感じています。でですすから今日の話もですね そういうあの過激主義というものとそれから保守主義というものとの関係をちょっとあの歴史的に考えてみたいなというところから始めるつもりです。であのまああの先ほどあの諸ン先生の,あのとちょっとあの事前の打ち合わせをしてた時にですねあの先生の あのお話の冒頭のところにあの2021年去年の1月6日の事件があの挙げられていてこれはあのやはり私も非常に衝撃を受けましたつまりあのそれ以前にもです、ね、地方の,あの人種団体だとか過激主義白,白人主義者の団体だとかそれからミリシアだとか反政府論ですね そういう集団がですね、あのこういうあの暴力的な予想を持って、ですねあの、地方で、もんちゃ着を起こすということはしょっちゅうあったわけですけれども、それがワシントンへあの導入されて、準軍事的なあの団体がそのままですね、武器を持ったまま議会に押しかけるっていうのは、やはりちょっとあの考えられない事件で、あの非常に大きなあの衝撃を受けました。で あのこの時にですねあの保守体、えー、つまりあのここのあの先生の資料の中にも赤と青っていう問も、うん、出てますけれどもこれよりももっと重要な点はですね私の見るところはやっぱり局がですねあの保守の中に入り込んでいるという、うん、姿だろうというふうにあの感じましたであのある意味ではあのトランプの支持者軍として局勢力が可視化された事件が この,あの2021年の1月6日の事件だったんだろうというふうに思います。であの今あの反デモクラシーっていうことがですねあの逆に言われてこういうあの過激主義によるですねあの政党政治の労働を一体どういうふうにあの是正していくかという点なんですけれどもこれについては あのまあ,あの、要するにあの大衆だとかですね、あのそれから無知なあの群衆がです、ね、政治的なあの権力を握るようなことがないようにしなきゃいけないということで、これ、確かプリンストン大学の先生だと思いますけども、ブレナンっていう人が、あのアゲンスト・デモクラシーっていうのを出して、これがあの翻訳されてますね。 でこの人の議論は、ですね要するにああのまあ、あの彼の言葉で言えばですねここにちょっと挙げておきましたけれどもあの大衆の中にはホビットとそれから今、ワールドカップでサッカー盛んですけれどもフーリガンとそれからあのバルカンというこのごく少数の知的階級とあとはあの熱狂的な情緒的な大衆とそれから 大多数の無関心な大衆とこの3種類しかいないというふうにあのブレナンは主張していてで,できるだけですねフーリーガンとホビットの影響力っていうのを削ぐためにはまあ,ある意味であのバルカンがあの政治的な決定をしやすいような体制に変えていくとで彼はそれをあのアゲンストデモクラシーだとかエピストクラシーというふうに言っているわけですけれどもあの例えば制限選挙制をに戻るとか それから複数投票制ですね、あの知的なあのレベルの高い人に複数の投票を与えるだとか、それから、まあ、あの過重投票制だとかという新しい制度をいろいろ提案してるんですけれども、これはあのやっぱりデモクラシーによってですね、包摂する民衆の幅をどんどん広げてきたアメリカのデモクラシーの,あの歴史とは非常に逆行するものであってですね、私はおそらくこれはあの、 なんていうか実現可能性っていうのはないだろうなというふうに思っています。であのこのエピストクラシーと全くあの逆の立場にあるのがトランプの場合であってで彼はやっぱりあのエリートの戦を非難して真の人民の利益のために全力を挙げるというふうに公言してるわけですね。であのこの、まあ、彼が約束するポピュリスト的なデモクラシーをあの あのヤン・ベルナ・ミューラーがあの、まあ、あのポピュリズムとは何かという本の中で書いてますけれども2020年の,あのアメリカ大統領選挙が明らかにしたようにトランプのようなポピュリスト的政治家というのは自分たちだけが人民を代表するのだというふうに言って実際にはその人民の中の一部を自分の支持者として特定してそれ以外を排除するというやり方をしている。 ポピュリズムというふうに定義しているわけですけれども、あのこの,、まああのまあ、非常に過激にです、ねあの、大衆と直結したあの政治家というふうに自分を売り出すことによって、あのまあ、あの政治権力を左右するという動きというのは、これはあのアメリカに限らず、どこにでもあるというふうに言われています。 であのトランプの場合は、ご承知のようにあのあの、ヒスパニックだとか、メキシコ系移民だとか、イスラムだとか、性的マイノリティだとか、場合によっては女性だとか、フェミニストだとかっていうのを差別して、排斥して、そしてヘイトポリティックスを放置して、煽ることによって、デモクラシーを分断していると、でこれはあのしばしば言われてきたアメリカの現状ですね、アメリカデモクラシーの現状で、文極化の,あの中身だろうと思います。 でこういうあのポピュリスト政治がです、ね、あのしばしばあの、まあ、あの警察だとかです、ね、地方の局の自警団体なんかの暴力を誘発するという、つまり暴力への傾きを非常に強く持ったあのポピュリズムだというところにあの問題性があるということもこれもあの指摘されてきたことです。であのここをちょっとあの通訳の方にはあの 示してないので申し訳ないんですけれども、あの最近あのゴスキーとそれからあのペリー、サミュルペリーという人がですね、あの国旗と十字架という本を出しています、The Flag and the Cross ですね。でつまりあのこあの彼はその要するに今のあのトランプ的な過激主義の背景にですね、実は であのトランプっていうのはまさにその白人キリスト教ナショナリズムの現代版だというのがそのゴルスキーとそれからペリーの結論です。で先ほど西山さんの話の中に1619年プロジェクトっていうあのニューヨーク・タイムズが始めた初めて有名になったあのつまり奴隷制の開始が あのアメリカの,あの民主制の,あの出発点にあるんだという議論ですね、それと、まあ、1776年を出発点とするというのは、まあ、あのこれまでしばしばあのメインストリームで言われてきたアメリカのデモクラシー理解です。で、このゴースキーたちはですね、フラッグクロスの中で、1690年という年号を挙げています。 で彼らはですね、The Speed of 1690つまり1690年精神というのが、実は白人キリスト教ナショナリズムの出発点だったというふうに言っています。で、それはなぜかというとですね、一つはこの1690年、17世紀の,あの,、まああの末にですね、初めて先住民とそれから植民地人との共生の可能性が完全否定されたと。 まあこの時期にあの先住民戦争があの続きますけれども、あのその点が一つです、それからあのそれまでは1619年にあの導入されたあの黒人奴隷っていうのが、必ずしもです、ね、白人と黒人の境界線をあのきちっと示すものではなかった、で白人と黒人がです、ね、共に自由に共生する可能性はそれまではまだあったと。 非常にあのその可能性は狭まってきてはいたけれども自由と霊重の境をです、ね、人種であの区切っていくという考え方が完全にあの定着しちゃったのがやはり1690年ぐらいだというふうに言います。そから最後にです、ね、もう一つあのなぜ白人キリスト教ナショナリズムのキリスト教というかというと。 その非プロテスタント系の人間だとか、非あのキリスト教徒ですねでそう、そういう人々にもですね平等にあの広く開かれていたはずのアメリカの土地が、ですねあの、まあ、あの植民地が、ですねプロテスタントの植民地があの定着することによって、ですねメアリーランドなんかを例外として、あのプロテスタント国家へとこう変わっていったと。 この3つですね、つまり宗教の問題と先住民の問題と人種の問題、黒人と白人の問題、この3つでアメリカの白人キリスト教ナショナリズムの主流が作られたのが1690年だ。だから1690年が建国の時代だということは、必ずしもそのアメリカのデモクラットたちにとってです、ね、名誉な話ではないということになります。でこの時導入された あの白人キリスト者を頂点に置く社会的な階層ですね、そういう社会秩序、オーダーと、それからあの彼らに向けあの、要するに自由、自由をですねあの、白人キリスト教者だけに、白人キリスト教徒だけに与えるというあの自由の制約、そしてそのシステム、そういった階層性と自由の理解というものを保持するために、暴力を使っても構わない。 場合によっては暴力を使ってでもその白人キリスト者の間の平等は守るとそしてあのそこへ他の,あの雑多な要素先住民だとか黒人だとかそれからあの非プロテスタントの移民が入り込んでくることは暴力的な手段を使ってでも妨げていいというシステムが出来上がったんだというふうにあのゴースキーとペリーは言ってるわけです。であのまああの ミュラーのポピュリズム論というのは、あのこの1690年精神からと、まああのまあ、重なって見えてきますけれども、つまり同じ階層性と、それからあの差別があのこの時期にもアメリカに入り込んだということをあの指摘するためにミュラーのポピュリズム論というのも使えるかなというふうに思います。 であのこういうあの議論はですね実はあの、まあ、あのアメリカのデモクラシーをあの政治学的にこう検討する中からですねでにもうあの指摘されてきた問題でもあるわけですね。であの例えばですねあのジュディス・シュクラーという,もう19、うん、と1992年に亡くなった。 だと思うんですけれどもあのハーバードの先生だったあの人がいますけれども、彼女がですねあのアメリカのデモクラシーの根本的な問題っていうのはですね非常にあの,たあの広範でそれで拡張的な政治的な権利、つまり投票権ですね投票権と非常に顕著な社会経済的な不平等とが共存している点にあると。つまりあの 政治的平等と社会的格差というものが問題であって、これを一体どうやって解決するかということがアメリカデモクラシーの根本的な問題だったと、この条件をどうやって克服していくかにアメリカのデモクラシーの将来がかかっているということを言ってたわけですね。で、あの彼女の議論をちょっとそのまま引きますと、この状況ですね、こうした状況はまさに初めから深刻な懸念の的であったと。 核の異常な状態を今後も続けていくことができるのであろうか南北戦争前でさえたとえ奴隷制や宗教や性的差別を考慮から除いたとしてもアメリカの公共生活の中のこの不条理や矛盾は,矛盾はあの最も資料深い人々にとっても悩みの種であったとでこの問題が引き起こす緊張は広く多くの人々によって共有されてきた。 でアメリカのシステムが呈するこの弱点に最も悩まされてきたのは富裕層のようである。で明らかにあの彼らは、彼ら人民はいかなる時にでもすべてを奪おうと考えている。ところが富の平等化を図ろうとする組織的運動の,ちょ運動の兆候は何もなく、ただ、うん、時たま暴動が起こるくらいなのに。 富裕層はますますあの非常にあの貧困者の暴動に対してナーバスになっていると。でこの状態はですねまさにあの現在あの、まあ、あの20世紀の資本なんかでピケティたちが指摘した政治的な平等が表面的にあるように見えながら実は経済的な格差はどんどん進んでいるという事態をあの非常に早くにですねあの気がついたのが あのシュクラーであってシュクラーはやはりここでアメリカの中産階級をその基盤とするデモクラシーというものを限界を非常に鋭くあの指摘しているわけですね。で彼女は1992年にあの先ほど言ったように死んでしまっているのであのその後を見てないわけです。であの実はこの時にレーガン主義が支配してそして新自由主義的なシステムが貫徹して。 しつつあった時代ですから、ここから先、あの、シュクラーが一番、あの、憂慮した経済的社会的な差別っていうのは、ここからどんどん進んでいくわけです。で、しかもですね、あの、もう一つ、あの、注意しておかなきゃいけない。シュクラーは、少なくとも政治的な平等っていうのは、アメリカでは比較的達成しやすいというふうに言ってたので、あの、この議論から言えばですね、あの、まあ、シュクラーが期待したのは、政治的な平等が進むことによって。 社会経済的な不平等っていうのをアメリカは克服していくことができるんじゃないかというふうに彼女は望んでたわけですね。ところが実際にはですね、あのこの後、あの例えば2010年の1月の Citizens United 対連邦選挙管理委員会、連邦選挙委員会ですね。で、この最高裁の,あの判決によってですね、スーパー、あの、 その圧力団体の,です、ね、あの資金上限が撤廃されるということになりましたのであの政治的な不平等をどんどん進むわけです。それからもう一つはあの選挙権制限ですね、例えばあのゲリマンダですね、あの地方の共和党の策謀によってですねあの黒人だとかですねそれから貧困層の あの投票の機会というのを実質上奪っていくような選挙あの制度の改革というのが行われる例えば ID を非常に厳しく ID の提示を求めるなんていうのもその中に入りますけどもいずれにしろです、ね、政治的なデモクラシーがあの、まあ、経済的な不平等を克服する手段としてあの、まあ、あの重視されるという時代はなくなっちゃったわけですね。つまり 両方とも非常に不平等になりつつあるというのがこの10年ぐらいアメリカのデモクラシーについて言われてきたことです。であの私は当初ですねトランプとそれから一番よく似ている政治家誰かなということを考えてでマッカーシーじゃないかなジョセフ・マッカーシーじゃないかなというふうにちょっと感じていたのでいやあの、まあ、戦後のアメリカの あのデモクラシーにおける過激主義というあのこのレジュメの3番目のところですね。これ、あの結構あの準備したわけです。で、この議論ですね。このマッカーシーズムという議論は、あの確かにあのデマゴーグとして、あのあのま、あの,、まあ、あのマッカーシーをあの当時のジャーナリストたちがですね。あの、こういう人物であるということで。 リベラルなメディアなんかが批判してるわけですけれども、そのデマゴーグ批判はですね、マッカーシーをトランプと変えるとほとんど合致するわけですね。言わない文庫に、リチャード・ロビエアっていう政治学者のジャーナリストのマッカーシーの伝記が翻訳されてますので、ちょっとご覧いただくといいと思うんですけれども、本当によくトランプと似ているわけです。この 最近にですねあの政治学者が行ってた議論っていうのは、やっぱり過激主義に対すする警戒ですであのどういうふうな人たちがこれにを警戒したかというと、やはりここに書きましたけれども、新保守主義者だとか、まあ、50年代の、ね、あのネオコンサーバティブと言われるニューコンサーバティブと言われた人たちですね、あるいは近代化論者と言ってもいいですね。これはあの グ、まあ、レナンがさっき言っていたあのエピストクラシーにちょっと近い要するにあの大衆の,あの無定型な運動にあのデモクラシーの運命を委ねるんじゃなくてやはりあの知的に優れていってそしてあの世界的なあの歴史観にも優れているようなあのエリートによる支配ということが、まあ、あの大衆デモクラシーの あの歪みを是正するために重要なんじゃないかという論議があったわけですけれどもこういったあの近代化論者だとかですねそれからあのコンセンサス学派というふうに言われるあの大体同じ人ですそれで、まあ、多元主義者ともいうふうに言われます政治学で言えばダールのようなあの人々ですしそれから歴史学者で言えばホースタッターのような人ですし それからあの社会学者で言えば、ベルダとかあの、マーティン・リプセットといったような人々が、その代表ですけれども、彼らはラディカリズムというのに非常に警戒的だったわけですね。えっ、ー、と。あのそろそろそお時間でございますか、やっぱり。大丈夫です。とまとます続けていただいてもちろん結構ですので、それである、のー。まあ、あの、まあ、あのここから先の話はですね、要するに、 マッカーシー流の,あの過激主義というのは一度、抑えつけられます。で、あのニューディーヌ的なその圧力団体、利益,政治利益団体、政治によって抑、ね、えつけられるんだけれども、それがあのニューディールシステムの行き詰まりとともに、あの保守のオルタナティブが出てくる、でこれはあの要するにアメリカ政治の保守化といわれる1980年代に進んだ議論です。 実はですね、これ、リベラリズムというよりは、リベラリズムとそれから保守の分断になったんですね。で、1950年代は、ほとんどですね、リベラルと保守っていうのは、政治的には一致してたわけですね。ホースタッカーだとか、リプセットだとか言ってる保守というのは、むしろニューデリリベラリズムの中で圧力団体政治を容認するような。 なので,すでこれがですね実はあの、ま、1980年代以降はですねパッド・ブキャナンだとかそれからあのデイビッド・デュークのような人種主義的あるいはあのイデオロギー的なラディカルなあの右派ですねそういう人たちとほとんどあの同じ主張にこう変わっていくだからこれを私は保守が過激化していくと同時に あの過激右翼が保守化していく例えばデイビッド・デュークのようなですねかつて KKK の指導者だった人間がですね選挙正義に進出してくるっていうのが起こったのもあのこの時代です。で結局ですねそこであの出てきたパッド・ブキャナンだとかそれからデイビッド・デュークの,あの立場っていうのはこれ政党の中にあのかつての過激な主張を やや修正し、穏健化しながら入っていくというあの手法を取ったわけです。で、あのこの、まあ、人たちはやはりまだフリンジにいたというふうに言っていいと思います。ところが彼らをあの政党政治の中心にあの押し上げる結果になったのがオアマ大統領の登場で、でこのあの時にですね、人種主義的な過激主義を共和党の右派が受け入れて党内の路線にしていく。で それを草の根で支えたのがティーパーティーであったと。で、このあのオバマっていうのは外国人であるというバーサリズムという主張が当時流行りましたけれども、そのラディカリズムっていうのはやはりあのまあ,あのさっきあの言ったその白人キリスト教 者だけがです、ねあのまあ、あのアメリカの正しい対象であるという議論がまさにです、ね、共和党の路線になってしまった、でその意味であの過激主義があの保守派の中に入り込み、保守派が過激化したというあの両面の動きっていうのがあったのがこの20年ぐらいの話じゃないかというふうに思います。 であの一番最後のところにあの、民主主義のインフラストラクチャーって、これの問題ですけれども、あの80年代、90年代ってのは、やっぱり多文化主義が非常に,あの、まあ、非常に強いあの政治的な立場を作ってです、ね、この,あの本質主義的な議論っていうのがです、ねあの、右派をさらに右に押し合ったという意味合いを持ってます。 でここから非常に面白いのはやっぱり建国期のデモクラシーどう考えるかっていうのであの2人あの例えばあのモローン先生の,あの同僚であるゴードン・ウッドですねあの、まあ、あの彼はヒストリーですけれどもあのゴードン・ウッドのようなあの立憲主義的なデモクラシーをあの高く評価する人は常にアメリカのデモクラシーっていうのはその立憲主義的な あの仕組みによってあの復元力を持ってるんだという議論にあのなりやすいんですけれどもどうもあのこの間の,あの過激右翼の,あの保守化っていう問題とそれからあの民主党の中におけるあの多文化主義の,あの勃興ということを考えるとですねなかなかこの2つをですね あの調停していくことも難しいとでまあ,あのウッドがあの一番頼りにしているのはおそらく司法の調停だろうと思いますけれども司法それ自体が非常に党派化していく1980年以降ですねあの最高裁が非常に党派化してきたことを見てもですね私はなかなかそのこの今の デモクラシーのアイロっていうのを克服していくのは難しいんじゃないかというふうにあの考えています。すいません、なんか西山さん終わります。えー、古谷先生あの貴重なお話ありがとうございました。あの非常に盛りだくさんの、えー、内容を準備してくださっておりましたので、えっ、ー、と時間が限定とされてしまいまして誠に申し訳ございませんでした。 えー、それではあの続きまして、えっ、ー、と、モロン先生、えー、よろしくお願いいたします。Yes, thank you very much.、Uh, I have to say ありがとうございます。全くですね、素晴らしいコメントがあですね、古谷さんからあったところはおっしゃる通りだと思いました。皆さんのスクリーン見えていらっしゃいますでしょうか今日お話しさせていただくのは アメリカのどう猛な政治、す、ま、で、あ、に説明されているんですけれども、まああの、過去、現在を見て、そしてですね、将来はどうなっていくかということをお話をしたいと思います。まず最初にですね、今日は呼んでいただいてありがとうございます。日本でレクチャーできて、えー、数年前ですね、えー、素晴らしい機会を得ら,得られました。あ 今ですね、政治的にですね、こういった状況になるとは思いませんでした。私、パリにいるんですけれども、 でこうなるとはですね、皆さんの話を聞いてですね、日本もこういう形になるとは思いませんでした。でも、まずですね、今日はお呼びいただいてありがとうございます。まず最初に質問としては、アメリカ人が今問うているのは、まあ、本当に衝撃を受けて聞いているんですけれども、アメリカの民主主義というのは本当に深い危機に瀕しているのかというところです。で、皆さん聞いた通り。 そしてこの大統領が選挙で700万票差で負けたにもかかわらずその大差で勝ったというふうに主張しているわけですね。そしてそのうちその,この選挙の結果が明確であったにもかかわらずこれを拒否しているという状況が いいているわけです、えー、そして、えー、そういったことを考えますと、アメリカの民主主義は危機に瀕しているのかどうかということを考えざるを得ません。そして、その先ほど西山先生もあのご紹介くださいましたけれども、アメリカ人の大半は約10年前、まあ、そのアメリカの文化、えー、機関におきまして、このですね、まあ、民主主義は揺るがない、えー、その盤石だったと言えるでしょう。そして、えー、政治、えー 学者の先生もおっしゃると思うんですけれども、この民主主義の存在自体が揺らいできているのではないかと言わざるを得ないんですね。ですから、アメリカの民主主義は危機に瀕しているのかということについてみたいと思います。そしてその質問の中で、アメリカの を政治がなぜこんなに、えー、怒りを伴うものになってしまったのかと、この差異がこんな表面化してきて、これがこの増大された理由は何,何だろうと、アメリカの民主主義は危機にひしているのか、そしてその下でなぜお互い、えー、アメリカ人は戦っているのかここの、ここまで対立をしているのかということですね。このアメリカの政治は どうしてこんなに対するようになったのかということについて見ていきたいと思います。えー、そして今後、ですねどういった様相を呈していくのかについても見ていきたいと思います。さて、アメリカ人ですけれども、えー、その自動車が大好,大好きということで、まあ、ロードマップを構築するんですね。ですから、まあ、その地図を作って、えー、車で移動するようなイメージを立てていきます。そして、この民主主義が危険なのかという質問に対して、 そう思う、そう思わない。そして歴史的な背景について見ていきたいと思います。そしてなぜここまで米国政治は今熾烈な戦いを強いられているのかということ。そしてこれは政党がまあその両党派そのなのかどうか、分断しているのか。この政党があこういった。 たあ対立を明かさせているのかどうかについて見ていきたいと思います。そしてまたこの人種と移民の問題というのが根底に流れていると思っております。そしてこれがアメリカの未来を形成していくものであるというふうに思います。このような流れでおしめお話したいと思います。さてこちらはあ、えー、動画なんですけれども、この群衆がこの連邦議会の議事堂に そしてこれはトランプ大統領が勝ったんだとそしてえ警察ですねこの方々も亡くなった方もいらっしゃるんですもう本当にこの画像を見てもう信じられないとアメリカ人としてはなぜこんなことが起こっているんだろうと感じましたそしてえこのアメリカの民主主義が揺るあえその揺るぎない民主主義がいっ どうううなっってしまったのだろうと思うわけですそしてその古谷先生もおっしゃいましたようにまずこのこのですね選挙の結果を受け入れないということがまずあります。このアメリカの政治におきましていくつか重要な点があるんですがこれは私たちはその国民投票でそれをそのですね選挙結果として 決まっていくわけではなく、このそれぞれの州が、えー、その選挙人の代表,代表と呼ばれるものをです、ね、付与されているんです、ね。ですから、カリフォルニアは55票の選挙人人代表を持っています。そして、えー、右側、ブルーステート、これジョージア州ですけども、16なんですね。そしてトラン は700万票差で負けたんですけれども、この実際の州の,にては、えーそのはい、この、えー、選挙人、えー、人代表ですが、これはあと5州が、えー、そのひっくり返れば勝ったという主張なんですね。そして、えー、その2020年度、このそれぞれの州で選挙を認証する。 まあ公ミュを説得して結果を変えさせようとしたんですね。そしてこの700万票を、えー、その変えさせるのではなくて、その5つの州でのをです、ね、認証する公民を説得して、いやこいや、これは違うでしょうと。この結果、 裁判所の結果を変えさせるために50以上の法律も提出したんです、そして例えばジョージア州の方ではその1万票しかなかったんですね、100万中1万票、そしてその、えー、すごく揺らいでいたわけですね、どちらになるか分からなかったということで、そしてジョージア州にその1万票を変えさせようとしました、そして16ポイントをです、ね、享受しようとしたんです。 これを選挙人,人,人代表と呼んでいます、エレクトリカルカレッジと呼んでいます。そしてこちらですけれども、この支持者を呼んで、このワシントンへ行って、この、えー、この群衆に対して連邦議会の議事堂へ向かわせました。そして、この結果をですね、選挙結果のその投票のプロセスを 妨害ししようとしたんですそして、また、このお州の方にですね、で、結果を変えさせようとさまざまな努力をしたわけです。ですから、この、まあ、テレビの前で座って1月6日見ていたわけです。そして、私は本当初めてです。このような取り組みがなされていること、つまりこの、まあ、そのほの言い 方はないんですですから、この民主主義は危機に瀕しているのかという質問につながるわけです。どうでしょう、これは2つの答えがあると思います。1つ目の答えは、そうです、そうです。トランプのおかげでアメリカのすべてのシステムが、えー、壊れてしまったと。まあ、これが、えーまあ、トランプ の努力の結果、このような状況になってしまったと言えるでしょう。理由としましては、この秘訣として、アメリカの政治の秘訣ですけれども、この選挙は、このこのです、ね、中立的な立場、このような階級主義ではなくて、この選挙人 A 代表が握っているんです。ですから、このような 選挙管理者がです、ね、握っているということで、それを横でこう目立たないように投票数を数えていたんですけれども、この方々に向かって、いやいや違うでしょう、皆さん、私の党に属してでしょう、なぜその結果をその民主党の方に入れるとしてできるんですかというふうに迫ったわけです。 そして、それを政治化してしまったということですね。そして2020年がそういった状況で、2021年になると、そのいろいろなキャンペーンを展開し始めました。私たちは前回の選挙は認めない。これはもう、こんなことは二度と起こしてはならないというキャンペーンを展開しました。そして、この左上ですけれども、これがその国務長官ですね、アリゾナ州。 これは今まで全く、えー、アリゾナ州の、えー、国務長官、まあ、誰も注目をしてこなかったんですけれども、この方のキャンペーンのプラットフォームは私に1票を通していただければ、ドナルド・トランプがアリゾナ州から2024年度の選挙、選出されますと、もうあの投票数なんて関係ない。ドナルド・ナルトランプがあ 選ばれるんですといったたようなキャンンペーを展開しましまそして、294、えー、人が、えー、このようなさまざまな取り組みをして、えー、そして、このい、えー、言ってみれば民主化に対して、えー、ですね、こういった、えー、戦いを挑んできたわけです。そして、えー、このすべての選挙制度というのが、このですね、どちらかの党をですね、 が行っていいいたとととうことだと思いますそして、この党派ですね、どちらかの方で行っていたということで、こ,のこういった歴史的に紐解いていく必要があるんですけれども、この選挙制度というのは、アメリカの1787年に立ち思ってみる必要があります。 こちらの当時、このこちらの米国憲法ですけれども、そういった投票 OK については書かれておらず、そのようにさまざまなルールを変えるということが当時は柔軟に行われていました。1800年代にトーマス・ジャファソンが、 ジョン・アダムスに対して戦っていて、その17州あったんですそのうち7州がルールをねじ曲げて変えたんです、どちらでもよいと。その州では多い方がその、まあ、勝者とするというように設定をしたんです。そういった秘訣があったんです。ルールというのは政治プロセスの一部であるということなんですね。ですからルールー自体は まあ、1800年代このような捜査があってそしてその選挙の流れというのがその次から次へと、えーえー、そういった展開につながったわけです。 1一つ政治があって、まずルールのための政治です。どのような選挙区にするのか、どのように投票するのか、開票するのか、そのような政治の判断は政治家に任せられました。そしてテレビがついて、評価、開票されると2つのシステムがあるということがわかります。なので、 えー、その、党派的なあ、そういったような実態ですね。政治がどのようには判断をして、えー、選挙を行うかというのがとても重要で、えー 明らかになっていたんです。それがアメリカの政治自体の弱さになったんです。その弱さはすでにありました。このような衝突をする党派的な選挙のやり方というのはありました。今本当に超党派でば党派で分かれている特機なので、ええー、それが明確になっています。ええー、そしてですね、ええ政治化して、えー、選挙に勝つということがああ進んでいます。それでは。 例えばアメリカはその共和国を失うのか共和制を失うのかそうではありません2020年ではあそのあどの州も票を変えなかったからそうではないとブラッド・ラフェンスバーグこれはジョージアの方ですけれどもトランプが1位になっていると言ったんですけれどもラフェンスバーグは あその1万票で負けているんだからその負げは負けだと言いましたでそうトランプが何度も国民に訴えかけてもそれは変えないと言ったんですそして2022年中間選挙が数,かげ数週間前におおおお行われましたけれども選挙結果を否定した候補者というのはほぼすべての州で,、えーですね、負けてしまいました。 この選挙に否定した人たちが選挙に出たわけですけれども負けました。なのでとても安堵のため息が引かれました。それが2022年、数週間前、この選挙を否定していた人たち、トランプが2年前には勝ったんだといった人たちがほとんど分け 負けてしまったんですね。しかし深い疑問があります。なぜアメリカはそれほど怒りを抱えているんでしょうか一つとしては、アメリカは民主主義を失ったかというと、まあそうではないかもしれません。その元になる質問としては、なぜアメリカはそれだけ党で別れてしまって怒りを抱えているのかそして党ごとにそれだけ違いが出ているのはなぜか でもしです、ね、他の党の,そのです、ね、人とその娘が結婚したら怒りますかといった場合20年前は5%でしたけれども現在は70%になっています。 でえー、全てのデートアプリですけれども、えー、そのデートのアプリによると、他の党の人と付き合いたくないっていうようなことが出てきているんですね。えー、そしてたし、両親も心配を抱えていて、そのような指標がたく,たくさん出ています、えー。なぜこれだけ党の違いが出てきたんでしょうか。一つ目の理由といたしましては、えー、党というのは全く信じているものが違うからです。左の票は、あ 2000年の環境についてです。5。ポイントしか党の差はありませんでした。2016年には40ポイントの差があります。これは環境政策に関してです。2016年から大きくこれが広がっており、えー、その本当にそれで別れてしまったんですね。2つ目としては？ 言われあまりよく言われていないんですけれども、アメリカの選挙というのはとても節制になってきています。2020年以降、14の変更がホワイトハウスと上院と下院で行われてきました。その 14ですね。他のアメリカの政治では、それだけですね、その政権が変わったことはありません。その接戦なので、どっちの党も一生懸命戦います。ニュー・ギングリッジの写真があります。三つ目としては、彼は、 とても恐怖を煽るような政治をワシントンに導入したんですね。こちらは戦争であると言ったんです。そのようなやり方を両方ともやっているんです。ワシントンやその議会に立候補する人たちは、 あその政府のことをよくわかっていません。えー、選挙があその激しくなって政権が変わってくるので、えー、議員たちはそれぞれの選挙区に留まっていて、ワシントンに火曜日、えー、飛行機に乗ってきて木曜日に帰るんですね。なので協力をしていなくてお互いにも知らないんです。 その彼らの選挙区に戻ってしまいます。そしてメディアですが、そのそれぞれのメディアで分かれています。なので、5つの理由が、 このような世跡になる選挙の結果になるということ、その政,政党は違っていて、これまでにないようなその政権交代があると、員行率があって、その政府のことを知らない人たちが政権にいるということです。そして3番目として私がお話ししたいのは、6つ目の理由ですね。より他の理由よりも古深いものです。 アメリカの政治の大きなあ、その衝突についてです。アメリカの歴史の最も大きい衝突というのは、前のスピーカーも言っていましたけれども、二つあります。一つは人種で、もう一つは移民です。全党的には、政党というのは、この文化戦争においては穏やかでした。 えー、激しいものでしたけれどもおです、ねえー、穏やかでした。ここでいろいろなあです、ねえー、画像が出ていますよね。反人種的な動きを示すものですけれども、党はです、ね、穏やかでしたあ。ほとんどの人たちはこれをお気づかなかったんですけれども、それぞれの党の立場がこの文化戦争で取る立場を変えたんです。例えば共和党は 共和党なんですけれども、とても厳しく、えー、ですね、移民を制限しました。しかし、黒人については公民権の人たち、そして、えー、奴隷制度の廃止の人たちだということで、寛大でした。そして民主党は移民を擁護しました。あえー、その移民の票を得ようとしたんですね。 で、えー、その船から出てですね、そしてですね、えー、票を取るようになったので、で、そしてですね、この塔は白人至上主ぎでした。なので、これによって一つの塔が、 えー、移民を支持するスけですけれども、黒人をに反対します。これは民主党です。えー、そしてもう一つは、移民を締め付けて投票しない、させない、しかし黒人寄りだと、このように、えー、この党があ衝突してこういったことで、えー、これはあ党の問題だけに収まらなくなりました。えー、黒人のおそのそ 有権者とアイ,ランアイリッシュ系の票の絵が出ています。そうなると、こうなるとですね、民主党と共和党で票が分かれるわけです。それから、民主政権に大きな変化がその民主党で行われました。民主党がアフリカ系の人たちと移民。 同じ党の中に取り込み始めたんです初めて全ての少数派その権力の縁にいた人たちが一つの党つまり民主党の中に入ってきましたこの民主党ですがこの票ですけれども それぞれの党にどのぐらいいるかを示しています。その民主党があの支持の人が黒人に多く、そのラテン系も多いということで、アジアン系は民主党にくら替えしています。でそして60%のですね、投票者が共和党、民主党です。なので、 アメリカの政治ではこれまで,でないようなことが行われています。えー、この大きなあその人種と移民の大きな文化戦争があって、今、党というのがあ動員されて、この文化戦争に動員されているんです。それを政治に入れて、

民族に対する、そして大きなダイナマイトとして出てきたのは2005年に国税局が白人が2050年までには少数派になると言われています16歳以下の人たちですよねなのでさらに戦争は激しくなってきます共和党は白人の党なのでホワイト 白人が他のですね過激派とかに置き換わるのではないか民主党が移民をですね呼んできて白人にとって変わるのではないかと思われていますそのような環境の中ではでは選挙を忘れて アメリカの政治、白人のために戦おうということになります、そういったような人種的な恐怖、そしてステータスを失うかもしれないということが、アメリカの政治をとても衝突的なものにしていますということで、最後にお伝えしたいこと。 そして、まず最初に最も重要なアメリカの政治における重要なことというのは、この何をと思われ、投票権を確保するということです。これが両党派でなければいけません。ですから、これが政治ありきではなく、これが正式な、この明確なルールに基づいた投票が行われるということですね。それに尽きると思います。そしてこの まあ願いとしましては、共和党自体は変化をしてきていると私は感じています。まあ、そのケベン・マーカーシー議員議長ですけども、こちら2018年度のおっしゃったんですけど、まあ、その選挙後に、この民主党を見て、そのうち40%しか白人、 がいなかったそして共和党は全員白人の議員だったと。これは良くないと変えなければいけないと強く思いました。そしてさまざまなその方々を動員いたしました。そしてその共和党の若手の議員さんの顔ぶれを見ますと、もう変わってまいりますので。 やはりそのアフリカ系アメリカ人の人、アジア系の方、ラテン系の方もどんどん増えてきています。ですから、そのような流れでどんどん変革をがです、ね、促されていくと思います。こういいったた兆候は見られていますそしてまますそそしの望み のもう一つとしまして、私の学生たちの世代です。若い世代に希望を持っています。学生さんとお話すと、まあ、こういった対立はもう、あの、うんざりだと、こういったことはあんまり好まない世代なんですね。ですから、その両党派、まあ、35歳以下の皆さんは、 こういったところにあの激しい対立に足を突っ込もうとしないんです。35歳以下の皆さんも非常に多様化に富んでます。白人の人ばかりではないにもかかわらず、まあ、いろいろあの、えー、いろんな変化を好むと、えー。ということで、やはりそういったところが。 その同性を認めていないところ、ホモフォビアから、えー、今は受け入れる方向になっていますよね。ですから、新しい世代の息吹が構想していると言えるでしょう。ですから、私たちにとってはこういったことは問題ないんだと、いうふうに思われるんですね。ね思っていらっしゃる。ので、こういった若い世代の、えー、そういったうねりが、えー、こういった大きな変革をもたらすと思っています。そして、この アメリカの政治におきまして、やはりその変化というのが、何度も何度も一定して変化は起こるということ、本当にアメリカの政治史を紐解いていくと、すべて変化、5年後、10年後、15年ごとに大きな変化が見られています。ですから、これが党、まあ、派的なものであったものが、 まあ、両党派とととなっていくといくうことですねですから、さらに大きな正確性を持った、確実性を持った変化をもたらすことができる若い世代の力にですね、依頼したいと思いますけれども、ということで私、私、時間が来てまいりましたので、以上とさせていただきます。あともう1枚ございました。ということで、あの感謝を申し上げます。ご清聴ありがとうございました。 非常に素晴らしいお話をありがとうございました。えっ、ー、と、ま、あの、どちらの先生も非常にお話が上手なんで私も聞き惚れてしまいましたですが、えー、ま、内容的にもですね、あの、現在起こっている重要な現象の、ま、背景にある歴史的な文脈、えー、そういったものにつきましてもお話しいただきましたので、えー、聴衆の皆様も、えー、興味を持ってお聞きいただけたのではないかな、というふうに思っております。 えっと、まあ、あの、最初にも申しましたけれども、あの、オーディエンスの皆様からの質問は、えー、Q&A のコーナーから、えー、お送りいただければ、というふうに思います。えっ、ー、と、まあ、あの、今の先生方のお話の最中はですね、あの、皆様聞き惚れておられたはずですので、あまり、あの、まだ送ってらっしゃらないという方もおらえるかと思いますが、あの、これから、えー、おそらく続々と質問が遠くのではないかなと、と、えー、思って おりますけれども、えーまあ、あの先ほど最初にも申しました通り、その中からですね、私がいくつか選んで、えー、質問をさせていただくという流れにしたいと思うんですが、まあ、あの今、<laughs> 質問をお書きになっておられる方おられると思いますので、その間と言いますかね、えー、まず最初に私からの簡単に一つ二つ、えー、先生方に質問をさせていただきたいと思いますが、えー、とよろしゅうございますでしょうか。 えっと、まず、えっと、ま、順番に古谷先生から、え伺いたいんですが、あすいません、ちょっと、視界の不手際で、時間のえ方が。 うまく伝わっていなかったのかもしれませんが、ちょっとあの、えー、あのお話、省略されたところ、あのオーディエンスの方、非常に関心持ってらっしゃるんじゃないかなという気もをいたしませんし、ちょっとそのあたりについて、えー、伺ってみたいなというのをに思ってるんですが、あの先生のお話で非常に興味深かったのはですね、あのアメリカではもともと、まあ、右派の極端主義と、 いうものは存在していたと。しかしながらそれはある程度封じ込められてきたということですね。しかしながらそれが徐々に顕在化してきて保守として正当化されるようになっていたというお話だったんだと思います。 でまあ、あのアメリカの場合、まあ、この、えーまあ、極端な立場っていうんでしょうかね、過激な立場っていうんでしょうか、えーまあ、特に、まあ、デモクラシーというものに、まあ、ある種の過激主義というものが内在する可能性があって、えー、それを抑制することは非常に重要だという、まあ、認識が建国期から持たれてきておりまして、例えばジェームズ・マディソンなんかは、まあ、その過激なものを抑制するのに、人の善意に期待をしてもあまり必ずしも効果はないかもしれないので、制度で それをを抑制ししようううとといいい議論をしてきたというふうに思います、まあ、それがあの合衆国憲法というもののまあエッセンスといいますか、非常に優れたところだったと思うんですね。まあ、具体的には大きな共和国であったり、まあ、あの司法部であったり、あるいは合衆国憲法には規定されていませんけれども、えー、政党であったりというようなところだったと思うわけでありますが、まあ、今日ではまああのメディアが発達しまして、 大きな共和国というのがその極端なものを抑制するというのはできなくなった。政党はトランプに乗っ取られた。そして司法は政治任用で期待された役割を担えないかもしれないという状態になっていったということなのかなと思うんですけれども、ここで伺いたいのは、マディソン的な想定、制度が重要だという考え方、これでは足りないのか。合衆国憲法の前提というものを今は問い直さなければいけない。 という話なのかそれともそうではなくて、この合衆国憲法の制度的な抑制というものはある程度効いているので、今のままでいい、むしろそれとは違う人の要素が重要だと、仮にそういうふうになるのであれば、そういった人の育成は、例えば教育ですとか、塾議っていうんですかね、デリバレーションといいますか、そういったものを行えば足りると。 いうことなのか、えー、先生古谷先生このあたりどのようにお考えでしょうか、えー、いうことを伺いたいんですがよろしいございますでしょうか。どうもありがとうございます。あの今の西山さんのあの制度にどれだけ頼れるかっていう問題とそれからあの室野先生が最後にあのおっしゃったまああの。 私かから見るとととちょっと楽観的なななんんじゃないかなというふううふに思うんですねつまりあの大体1970年代60年代の後半ぐらいからアメリカの政治をずっとあの観察外から観察してきてで確かにあのいろんなことがこう変化してきてるってあのチェンジはもうあの要するにコンスタントなあのあのアメリカ政治の条件だということは分かるんですけども。 果たしてですね、それがあの本当に安定に向かっているのかとかですね、それからあの調和に向かっているのかということが、どうもやっぱり最近は言えなくなってきているんじゃないかという気がするんですね。つまり、あのまあ、確かにあの若い人が今度もですねあの、まああの、特にアボーションの問題なんかに反応して、あの非常に。 建設的なあの投票態度を示したということはあの、まあ、主要メディアでもあの評価されているように思うんですけれども私はあの要するにアメリカの政治の中にあるあの反政治論あの反制度論ですねつまり制度っていうのは必ずエリートの支配するところになるのであってあの何か不満を持った人は その制度から離脱をして運動の方に行く、制度と運動の二分論で語れるかどうか分からないけれどもあの、やっぱり今でも驚くのは、やっぱり非常にたくさんの過激なあの左派と右派の小さなあの秘密結社だとか、ですね市民集団だとか、これがあのものすごくあの全米的に展開している。だから特にあの レッド・ステイツについてはあの右派的なそういった秘密集団的な過激集団っていうのがですねあのメンバーは本当にあの1人かもしれない2人かもしれない本当に小さいんだけれども彼らが必ずしもこう地方のです、ね、政治風土みたいなものからあの有利してないんじゃないかというあの気がしてるんですね。でその要するにあの過激化する 政治運動の目,目みたいなものはアメリカ政治史の中で常にあってそれがあの時にあの横につながって大きな過激な運動を生み出してくるっていうのはアメリカ史のもう一つの流れじゃないかなっていうふうに思っています。ですからあの、まあ、先生に伺いたいのはやっぱり今ある例えば1月6日に出てきたああいう人々ですねネオナチだとか。 KKK だとかああいう人々のねあのまあだからあの, White Christian Nation です、ね、あのそれは今後どうなっていくというふうにお考えなのかっいう私の方から質問しちゃいけないのかもしれないけども先生にちょっとお伺いしたいのはそういうことなんですけれど ありがとうございます。じゃあ,あの、モロン先生、その点もいかがでしょうかはい、とてもいい質問です。3つ申し上げたいことがあります。まず最初はマディソンに戻りたいと思います。常に私のクラスの最初ではジェームズ・マディソンを読ませます。西山さんが引用されていましたよね。彼が言っていることというのは、 多くの経済的な利益がある場合、問題が変わると、いろいろなそのグループ、連合が出てきます。それがアメリカ市場が機能している仕組みです。さまざまな疑問が出て違う連合ができるということです。なので えー、その先生を作ったり、お互いに攻撃をするインセンティブはないということです。恐らく同じような連合ができるであろうと言われているんですね。このの年間変わったのは経済問題が がその選挙人の問題です選挙問題ですとか文化問題にも出てきてそしてですね票が変わります変わらなくなりましたでそれぞれのその項目によってそのそれぞれ、まあ、あの違った意見を持つようになったので協力をするインセンティブがなくなったんですねなのですなわち アメリカの政治のロジック、マジリソンがこの何年もクラスでは説明しているように、もう通用しなくなっているんです。すべての問題においてその、一方の側しか見方をしません。これが一つあります。二つ目としては、誰も話していなかったことなんですけれども、時間がなかっただけですが、とても重要なのは、 アメリカで一い,い不平等が生じています。この経済学者の銀行の数字を見てみると、1970年代はアメリカと日本は大体たい,い。 その財産の分布においては同じでしたしかし、えー、ですね懸命な形で日本とです、ね、アメリカをです、ね、比較することはできません日本は団体同じなんですけれども富がアメリカは偏っているんですねなのであの止めるものと貧しいものがとても差が開いているんですんで。 1970年は大体同じだったんですけれども現在ではメキシコとかブラジルにアメリカは近いんですね。で日本とかよりやフランスとはち違うんです。なので著しい不平等が起きているんですね。いう機会はありませんでしたけれども。 その楽観主義は別にして、これによって、その怒りや憎しみが出てきているんです。そして三つ目としては、この白人のイギリスト主義というのは、とても私はても重要だと思っています。白人というのは自分自身で、今は、 200年の特権があって、それを失いつつあると思っているんです。そして、そこでややこしい展開があって、アメリカは戦争中、この20年間、変わることがなく、戦ってきたということなんですので、どの社会よりも厳しくなっています。そして、 えー、その戦争に行った人たちはあそこで傷を得て怒りを持っています、えー。そして社会になじもうとはしているんですけれども難しい状況です。このようなあその白人の,おそのキリスト教主義があ議事堂に流れてきたんですがこのような人たちは元兵士であって意味のない戦争で戦ってきました。 そして社会によって養ってもらえないような人たちです。貧しい男女であり、簡単にその怒りに動員されてしまう人たちなんです。 多くのこのような素晴らしい人たちが1月6日,6日2020年、えー、議事堂に行ったわけですけれども戦争に行って何もなく他の今大義を求めているんですなほぼ本当に少ないパーセントの人ではあるんですけれどもとても状況を壊すような人たちです こ,れこ,のこの数年間の止まることのない戦争の結果です。一つは文化的な問題はとても難しいです。二つ目としては、えー、その激しい不平等と不安定を生んでいるということ。そして三つ目として、白人のキリスト教の国家というのは、 もっと軍でトレーニングを受けた軍の人たちで社会に馴染めない人たちそして何か大義を求めて暴力をしている人たちですそれがトランプによって呼びかけられ動員されたということです。 ちょっと質問いただいたものがございまして、こちら、共和党の政策についてなんですけれども、今後、共和党の政策パッケージ、これ、文化的権威主義、そして経済的保護主義というものが、トランプなんかを特徴づけている、そしてこれが今の共和党の政策パッケージなのではないかという前提だと思うんですが、これの政策パッケージというのは今後続くんでしょうか。でもしこの政策パッケージ文化的な権威主義と経済 的ななな保護主義とといいうもののは変わららであるとするすばトランプ的な政治というものは今後続くの,だのではないだろうかという,ようなご質問なんですが、このあたり、えーと、いかがでしょうか、どう思われますでしょうか、えー、とどちらから、いかかがでしょうか古谷先生、いかがでしょうか、その点は。あのトランプ的なものというときにあのや、やっぱりトランプって非常に得意な あの政治家でああの、まああのま政治家としてスタイルが非常に得意だっていうこととそれから何て言うんですかねあの普通の政治家であればですねあの恥ずかしくてあの取れないような立場を平気で取れるというそのなんていうかあの特性っていうんですかねあの ある意味での,あの推しの強さみたいなものっていうのは、やっぱり他の政治家にはなかなかできないんじゃないかっていうふうに思うんですね。あのだからあの、トランプという人間がですね、あの個人としてじ、あの人格として非常に得意な政治家が、あのトランピズム、トランプ主義とど,どこまで関わってるのかっていう問題ですね。あのだからその問題があると思うんですよ、つまりリーダーシップの個性といいますかね。 あのそれはあの非常に特別だし彼の,あの背景っていうのもあの考えに入れなきゃいけなくてトランプがトランプはあの幸いあの46年生まれですから私とほとんど同じでもうあと余命いくばくもないんであのトランプが長いあれはないと思うんですけども <laughs> だけどあのトランプに変わる人間が出るかどうかっていうのはトランプ的なものについて あの非常にあの鍵になるだろうと思います。あの人格依存的な大衆運動であるっていう点はあのマッカーシーズムとよく似てるだろうと思います。つまりデマゴーギーデマゴーグとしてですね非常にあの能力は高い人なんだろうと思います。それからあの私はトランプが出てきた時にんでこの人がいいのかっていうのはよく分からなかったけれどもやっぱりあの アメリカの,あの一部の人々の,あの心の,あの金銭に触れるようなあのスタイルとそれから言説っていうものをやっぱりトランプはあのテレビ人だったっていうこともあって非常にうまくつかんでるっていうのがあってそういう、まあ、あのデマゴーグとしての才能特にあのネット時代のデマゴーグとしての才能がトランプに匹敵するような人がいるかどうかっていうのはちょっとわからないですね。 だけどあのホワイト、ホワイトナショナリスト的な運動と小さな組織っていうのは、先ほども言ったように、あの大流行が去った後もですね、あのいつの間にか草の根,根に散らばって残っている、でそ,それがまたあの何かをきっかけにしてああの持ち上がってくるということは十分あるだろうというふうに思います。だからあの いくらあの消毒してもやっぱりなくならないものだろうなという気はしますね。あのやっぱり1690年っていう1690年スピリットっていうのは結構大きいんじゃないかっていうふうに思います。それとあの民衆の持っているボランタリズムだとかあの自発性みたいなものに対するアメリカ人の評価っていうのは非常に高いですからあのやっぱり その個人主義的な自発性を持ってそういう運動を続ける人っていうのはあの各地にいるんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから現れ方は違うかもしれないけども根っこは長く残るんじゃないかっていう気がします。 なるほど。ありがとうございます。まあ、あの、トランプについては、まあか、まあ、変、あの、ちょっと失礼な表現ですが、まあ、彼が病原菌なのか、それとも症状なのかっていうような話が、あの、日本でもよくなされたと思いますけれども、まあ、彼自身のスタイルというところでは、まあ、ある種、まあ病、病原菌って言ったらあれなのかもしれませんが、うん、独特の、えー、ところはあると。ただ、それとは別の、えーまあ、しょあの、何でしょうかね、根底にあるようなものまあ、例えば先、先ほどの質問者の方の、あれ、文化的権威主義、経済的 保護主義という,う点を指摘されましたけどそのあたりの経済に対する不満であるとか、そういったものですとか、古谷先生がご指摘されたようなところというものは根、ね、が深いものとして存在しているので、まあ、今後、まあ、トランプ以後であっても同じような、まあ、これはロンデサンティスになるのか、誰になるのか分かりませんが、続く可能性があるという理解でよろしいございますですかね。ありがとうございます。この点、ロン先生、いかがでしょうか。 ああイエスそうですね。あの、ま、あの今、まあ、その病、病、現金なのかウイルスなのかという今、今、お言葉がありましたけれども、うまく表現をされていると思います。おっしゃる通り、先生、あのこのトランプは非常に得意的である、ユニークである、彼に否定する人はいないと思います。<laughs> そしてまた違う火を使うとすれば、このハンマーですね、弱いところを叩くと。 まあそういったその、まあ、日本のあアメリカの政治の弱いところをどんどんついていくということで、なかなかこのトランプのような人たちはいない、これまでいなかったですし、政治制度のです、ね、弱みをこのように、まあ、デ,ゴデマゴーグなども駆使しながら、まあえー、この非常に 紙人への嘘などもですね、並べ立てながらいろいろとなことを展開しているわけです。そして、えー、これが、まあ、実際に、えー、このシステム上、これがどうなっていくのか、つまり、えー、非トランプの方々、トランプを好まない人たちは、えー、その彼のですね、後世、同じような方はもう、 同じように歩む人は出てこないいと思います、まあ、今、アメリカでも国内でもそういったいろんな議論が行あるんですけれども、まあ、トランプ自体はもう,もうこれで終わりだろうと、政治の世界では、もう彼はこれで終わりだという議論も沸き起こっています。まあまあ、3回、2018年度、2020年、2022で共和党の党、大会の方でも選,選ばれないということで、やはりあの、まあ、 今、これがどうなっていくのかということをですね、まあ、本当にその、えー、共和党の中でもトランプ派の人たちもいます。その一方で、トランプがいるからこそ共和党がこれ以上ですね、ダメになってしまうんじゃないかという危機感をもはらんでいると考えるところもいます。そして保護主義、アメリカの保護主義ですけれども、まあ、その保護主義に対してはトランプは本当になななんかこう誰も考えつかないような理論、論理を国際刑事、 政治経済においても展開をしてきました。とはいえ、このアメリカに存在するその不均衡感、ネオリベラル派ですね、そこが行き過ぎてしまったと、そして、またトランプが唱えている保護主義。 的な考え方というのが共通項としてあると、まあ、アメリカがニアレブラルになりすぎてる寄りすぎであるということもあるかもしれませんですからこの保護主義というところですねご質問され方も多いですけれどもアメリカ人はやはり今後どうやってこのグローバルの秩序世界秩序の中でしっかりと この問題にニオリベラリズム、そして不均衡、不平等、アメリカの中のそういった大きな課題なんですけれども、それにしっかりと対処しながら、どのようにその世界で,です、ね、そのしっかりとした足固めをせていくことができるのかというところ、そういったところの議論が沸き起こっております。 共和党のことについてのご質問でございましたが、えー、別の方からですね、あの逆に民主党の側はどうなのかというご質問をいただいております。まあ、民主党の方も、えー、恩恵派とですね、えー、まあ、急進左派と呼ぶのかプレ、プログレッシブと呼ぶのか、まあ、あの人によってはリベラル派と言ったり、まあ、民主社会主義者というふうに言ったり、まあ、急進左派と呼ばれるものも、まあ、あの、経済、三脱的な経済左派と、アイデンティティリベラルと にに分かれていいるというふうに思うんですが、まあ、なんせですすがなねこういう様々なファクションがあって、こういう人たちは反トランプでのみ意見が一致していると。そしてトランプに、バイデンが選ばれてトランプに勝利したと。と民主党の分裂、分断というものをいかに評価するべきなのかというご質問が何人かの方からいただいております。まあ、それで あれですね。あの、今回の中間選挙に関しましては、確か、えー、ワシントンポストの分析なんかで、えー、面白いなと思ったのがいくつかあったんですが、えー、今回の、えー、と中間選挙、2020年の中間選挙、えー、連邦議会選挙とは相当違っていて、えー、2020年の時なんかにはサンダース的な、えー、レボリューションとか、 メディケアフォーオールとかそういったようなレトリックとかが非常に流行っていたわけですけど、今回の選挙ではそういったものはほとんど、えー、民主党の候補は使わなかったと。でさらに選挙の、えー、選挙戦の最終盤になると応援演説で依頼がかかったのはオバマと実はバイデンであって、サンダースやアレクサンドリオカシオコロテスなんかにほとんど声がかからなかったというような報道を見て、ちょっと まあ驚いたところがあるんですが、まあ、この民主党の、えー、左派っていうんでしょうかね、えーまあ、この民主党内部の動きについて、先生方はちょっとどのように、えー、思っていらっしゃるかということを教えていただけますでしょうか。えー、とこちらも、ではまた古谷先生からお願いしてよろしございますでしょうか。先生の方から,方からあじゃあ、じゃあ、モ、はい、先生からお願いいたします。Yes、うん。はい、そうですね。 あのアメリカの方ですけれども、まあ、2党しかないんです、まあ、従来型。まあそのですね、党といいますと、かなり幅広い、党内でも幅広い考えを持っている方が多い、えー、今の昨今の民主党といっても、えーまあまあ、普通の党なんですね。で例えば、フランクリン・ルーズベルトの時代振り返りますと、民主党というと、本当に、えー、南部の 差別主義者の保守,保守的な人、そして共和党、共和主義の人も入っていたんです。このように本当に幅広い、えー、方々が属してたんですけれども、まあ、そのように、えー、党はそのような立てつけになっているんですけれども、アメリカにおきましてユニークなのは共和党なんです。共和党はほぼほぼぶれないんですね。なので、そ,のそこまで動きがなく、まあ、党ありきであって、特徴としては、 かなり大きな、えー、その、えー、その奮起だったり、えー、そういったさまざまな動きがあってその連合という動きよりは本当にぶれないそうだと思いますですからこのようにいろいろな議論をしていただくのはあの喜ばしいことだってメディケアも良いと思いますし本当にこれは重要、えー、なプログラムであり、えー、そして65歳以上の方が享受できるプログラムそれで左派の人たちはそうであれば その全員国民会、えー、保険などにして65歳以下の人に皆さんが享受できるような仕組みがいいんじゃないかと60%の,その,、えー、その実費ではなくて70%にした方がいいんじゃないかですとかいやいや、そうではないでしょうということで恩恵派の方でいろいろな。 急進左派といろんな意見交換がされています。それは健全な議論であってあると思っています。しかしながら、共和党というと、ほぼほぼ議論されないんですね。なので、えー、非常に今、まあ、の、特異的な状況であると言えるでしょう。ですから、なぜ民主党はこの。 2020年のバーニー・サンダースが出てきて、ジョー・バイデンスといろいろ議論したり、その他の候補者ともしていました、そして中間選挙になると、ほぼほぼ議論が行われていない、なぜでしょう、なぜかというと、怖いんです、まあ、やはり民主党員は怖いと思っています、この民主主義が由来できていると感じています、まあ、先生方、えー、おっしゃいましたけれども。えーまあ このように古谷先生と私も同じようにコメントしましたが、やはりこのまた通常の状態に戻したいと皆さん思っていると思います。しかしながら、この民主党の中でも非常に幅が広いですね。で、このその一方で共和党の中では意見のブレというのはそんなにないと思います。そして、その共和党の方がなかなか統制を取りやすいんですね。ですから このとはいえ、非常にあの特定の,、えーそのえー、有権者に訴えかける必要があるんですね、えー、非常に限定的なそういったあ、えー、考えを提言していくということで、そして願うくば、まあ、民主党も自由にさまざまな意見をですね、汚い意見を言うことができるように、まあ、これまで、えー、同様にそういった、えー、状況になることを願っております。い 私はですね、あの今度の,あの中間選挙で非常にやっぱり興味を惹かれたのは、アボーションっていうのは、あの1960年代後半からずっとですねあの、戦わされてきた問題なんだけど、あのおそらくあのアボーションの経済的な側面っていうんですかね、つまり、インタンジブルな争点だと思ってたんだけど。 実はあの若い人たちが非常に鋭く反応したっていうのはインタンジェブルじゃなくてこれタンジェブルなあの権利女性の,あの物的な権利物質的な権利の問題だっていうふうに反応した人が多いんじゃないかと思うんですね。あのそれは私の勘なんですけどもあのまだあのあの世論調査でこう見たわけじゃないのであれなんですけれどもなぜアボーションの問題で投票に行ったのかっていう問いを。 立てればです、ね、あの少しは見えてくるんだろうと思うんですけれどもあの文化的な争点っていうのがインタンジブルに見えるけれどもそれが単純な争点にこう変わっていく例えば気候変動問題がどうなのかっていうことですねでこれもあの気候だからまあインタンジブルなのかと思うと実はあの非常にあの経済的なあの問題を絡んだ争点ですよね。 だからそういうあの文化的な争点を民主党がですね今、あのもう少しあの人々が集約あの集合できるような形集まることができるような単純ジな争点で分かりやすい争点に変えていくっていう時期に入ってるのかなという気がちょっとあのアボションの問題見てしたんですね。であの 昔マクレガ・バーンズっていう人があの四大政党制っていうことを言ってたと思うんですよ。つまりあのノミナルな政党の対立軸とそれからあの実,実際の,その保守かあのリベラルかっていう政策の,あ,のあれがこう交わっていて実は政党ってのは4つあるんだという議論をしててその4つがあるから安定するんだっていうのがあったんですね。 今それがあの要するにニューデリバーリズムが崩れたっていうこともあるんだけれどもあの文化的な争点でほとんど四分五劣しちゃってるっていう状態がずっと長かったわけですよ。だけどあのトランプみたいな,なんかある意味ではあの保守的なあの観点をですね3つぐらいの単純な争点にまとめてあの共和党全体を率いるみたいな運動が出てきたこれに対してそれじゃあ民主党はどういうふうに。 あのこれに対して対応していくかというとやっぱりここバラバラの文化的な争点だとか意識の問題だけではやっぱり具体的な政党運動っていうのはできなくてどうすればタンジブルなあの利益でもう一度あの民主党の,あの結合っていうのが図られるのかっていうことをそろそろ民主党は組織として考えつつあるんじゃないかなっていう気がちょっとしてるんですけどね分かりませんこれは推測の問題です。 あ,ありがとうございます。非常に面白い点を指摘していただきまして、えーまあ、なおかつ先生方でもちょっと見方が違っているところだったのかなというふうに思いまして、非常にああの啓発的なあ気がいたしました、えー。実はこちらのセッション、あの本来はあの5時半までということになった、なってお、 でございますが、えー、ちょっと視界の不手際で、えー、若干伸びてしまっておりますけれども、えー、と、もう一点だけよろしゅうございますでしょうか。えー、実は、えー、と、こちら、あの、Q&A の問題、モロン先生のところも見えてますですか見えてないですかえー、と、あの、えー、と、メキシコから参加してくださってる方から、えー、モロン先生に質問がありまして、えー、そちらを、 私の変な、uh, えー、ファニーイングリッシュで読むのもおかしいんですが、えー、っと、まあ、あの、えー、さ、yes, uh,、さ、ah, uh, はい、さ、さ、さ、まあ、さ、えー、さ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 、えー、さ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 、i さ、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  元トランプ大統領との違いが、しかし、えー見、見られないかもしれません。で、その両方の特徴はですね、言っていることたちは、その社会を,をです、ね、分断しがちであるということですけれども、 私たちの社会的なニーズ、問題を深く振り返ってよりよく分析できるでしょうか ?Yes,、uh, thank you. That question comes ありがとうございます。ファンサトレロから来ていますね。えとてもいい,いい質問だと思います。えこれはトランプのような人たちが えー、その、えー、この大衆の話を拡張していく場合、オルセラノとかメキシコにいらっしゃると思うんですけれども、他の政治家も、えー、彼を魔法しようとしています。そして、えー 良くないいい学びが両方の社会で生ままれていると思いますアメリカはまたラテンアメリカの制度メキシコブラジルチリアルゼンチンという制度というのはあそ,のそれぞれ他の世界とは違うわけですよねヨーロッパとかアジアとかとは違います。 なそして、えー、ですね、大統領制は同じです。大統領制は一般的に言って同じような制度を持っています。アメリカとメキシコ、ブラジル、アゼンチンとかチリというのは似ているんですね。ヨーロッパとかアジアと国よりも似通っていると言えます。すべての制度は同じような傾向があります。すなわち、 立法府が効果的に機能しなくなった時に力強い人たちが大統領として前に出てきて。 えこの膠着状態を利用するということが行われます。えこれは議会制ではむずより難しいんです。なのでおっしゃる通りだと思います。なので似てるとは言え,言えますよね。アメリカとメキシコの制度は似ていると言えます。トランプ大統領が示したのは、え人々は大統領制を運営しますけれども、どういうふうに 権力を押していくのかでその前の例としてはアルゼンチンのペロールです。チリですね。ごめんなさい。そしてトランプ大統領がその良い模範になりました。そしてその真似をする人が増えています。もう一つ、アーディソンはとても重要な手を何度も言っています。このあ中絶についてです。2022年の選挙ですけれども、古谷さん。 古谷教授もこの点をとてもよく説明していました。私が強調したいのはの、彼も言ったところなんですけれども、1973年以降、最高裁のアメリカでの判決は、この,この中絶はアメリカの権利だと言ってきました。アメリカでは 最高裁はすごい大きな力を持っています。この憲法の解釈についてではです。1973年にはその裁判所は権利だと言いました。1980年代から保守派などはこの政治を行ってこの判決を覆そうとしてきました。いろいろな押し合いがあって、 最高裁を抱え込んでですね、そして、えー、判決を覆したんです。これは同部判決と言われるもので、昨年にあったものです。これが大きな影響を及ぼしました。古谷教授がおっしゃったように、中間選挙に大きな影響を及ぼしたんです。それには理由がありました。50年間、1973年間からその、 このか判決を覆ううとすする取り組みがうまくいったんですそこで明確になったのは 8%, 8の一般の人たちだけしか共和党に賛成していないということでした。あ共和党は彼らのアイディアああですね、この覆すんだということを見直さなかったんです。でそこで バイアスリモースモつまり偏見の後悔と言われているんですけれどもこの覆してほしくなかったんですけれども覆されたということになりました。党のその結成の理由となった少数派の若い人たちから少数派になってそして若い人たちからその人気を失ったんです。 このような共和党は、か彼らがあその望んでいるものをお伺いしたということになります。皆様、してくださいまして、えー、とまだあの伺いたいことは山ほどあるのでございますが、こ、えと、ーま、に残念ながら、あの時間が、ま、かなり過ぎてしまいました。力の不手際,際で、えー、うまくタイムマネージメントができませんで、申し訳ございませんでした。 えー、ということで、あの、本日はですね、こちらで終了させていただきたいと思いますが、えーまあ、非常に啓発的なお話をくださいました、えー、古谷先生と、まあ、モロン先生にですね、えー、心からあのお礼を申し上げたいと思います。えー、また、えー、お忙しい中、えー、100名以上の皆様にご参加いただきまして、えー、非常にあの、まあ、多くの質問等もいただきまして、非常に、えーまあ、あの、 様々なことを考える機会になったということで、オーディエンスの皆様にも、えー、お礼を申し上げたいと思います、えー。それではどうもありがとうございました。本日はこちらで終了させていただきたいと思います。ありがとうございます。